シコダボスは、チェコスロバキアの自動車メーカーアズンプが1950年から1952年まで、ムラダー・ボレスラフの工場で生産した大型のセダンである。短い期間であったがこの車は、チェコスロバキアの政治上層部や軍幹部に好まれて、使用された。一般には販売されなかった。1949年に、ムラダー・ボレスラフの工場では1930年代、 終わり頃のアメリカ車風のスタイリングを持つ大型で直列6気筒エンジン搭載のシュコダスペルブの生産が終了した。当局はより近代的な代替車を必要とし、シュコダに開発を命じた。この車がシュコダボスとなった。ボスの車名はチェコ語またはスロバキア語の VLDN アセブニースペシルまたはベラディンはアセブニースペシルを表していた。この車は1950年に バス製造で有名なコーチビルダーのカローザで生産に入ったが最終組み立てはシコダ社の工場で行われた。それまで戦車の設計でなお知られていたが設計したにもかかわらずこの車の外観はこれといった特徴のないものであった。機械構造も車体前方にエンジンを置き後輪を駆動するという保守的な構造であった。より特筆すべきことは 120HP を発生する排気量5.2リットルという少なくとも当時のヨーロッパ車としては大きなエンジンを搭載していたことであった。このエンジンはプラガのトラックから流用していた。走行版の重量により標準使用者はほぼ4トンに達し内務省からの指示により最高速度は時速80キロメートルに制限されていた。 すべての走行版を取り去った軽量版も提供されていた。当時の車としては珍しいことにカーエアコンが装着されていたが、エアコン用機材はトランク空間の大部分を占有してしまい、ボスに乗った交換の移動では荷物運搬用に別の車が随伴するのが普通であった。著名なオーナーには、ゴットワルト大統領、首都区、毛沢東などがいた。 107台が生産されて、1952年にボスの生産は終了した。代替車の製造にあたり、シコダには打診がなく、政府交換たちはタトラ T603 に乗り換えていった。ありがとうございます。